はい、どうも、ロシュです。拡散規模続きやっていきましょう。ため通りでただいま時刻0時26分。大丈夫なのか。食事を終えて数時間経つと、気がつけば、小弓は椅子に座ったまま寝てしまっていた。あまりに悠長にしている暇はない。俺は小弓は寝ている隙に準備に取り掛かることにした。俺が襲いかかった時に小弓はきっとコテージから逃げようとするだろう。そうなってしまえば小弓を救うことはできない。ワイヤーロックで玄関扉の取っ手部分と右横にある窓の鉄格子を繋いでおく。なんで、鉄格子あんの？これでいい。音声あんの忘れてた。ワイヤーロックが引っかかり扉開けることができないから小弓は逃げ出す心配ないだろ。窓は少し折ったってしまったけど、小弓は気持ち良さそうに眠っている。俺はキッチンに移動しユキャンの音を広げた。やべえ、涙が。僕はトールと青年に近いものを感じたよ。生放送今日夜してね。ヒーローになりたがってたトールにね。ユキは、ケイシロー呼ばれない。キッチンのガスコンロの、点火なんちゃらかんちゃら頻繁に使えることがないため火の付きが悪い。点火せずにガスの匂いだけは、これ危ないやつ。それでも点火し続けると3回目で安定して火がついた。小弓は寝ているので電気は玄関の灯り、明かりだけを残し消していた。そのため真っ暗闇の中で火が灯っている。最大火力でメラメラと燃える火を見つめる。ユキは、ごめんな。若干涙が。右手に持ったユキハンの音をガスコンロの火に近づけていく。ユキハンの音に火が移り、ガスコンロの火は炎を立って部屋中がオレンジ色に輝いた。表面のビニール加工が溶けていき、中の紙の部分がどんどん燃えていく。ユキハンの書いた文章が消えてなくなっていく。ごめんな。うーん、お兄ちゃん。振り返ると寝ていたはずの小弓が起きていた。悪い、起こしちまったか。何してるの？さあ、舞台に幕が上がったぞ。小弓、お前を助ける方法なんだけどな。うん。小弓が俺を見つめる。俺のこの先のセリフを待っている。そんなもんない。え？俺はお前を助ける方法なんて知らない。なんで、なんでそんな。小弓が俺に駆け寄って困惑した表情で俺を見つめる。まだ俺のことを信じているからだ。こんなことを言うのは何かの意図があるんだって思いたい。そういう顔をしている。俺はこの顔を壊していかなければならない。知らないんだよ。何、ある方法知ってるって言ったじゃない。ここに来るまで散々セリフを考えた。俺は脚本書いたことがねえからかなり悩んだけど、ユキハンのノートに助けられた。あとは悪役を何回もこなしてきた経験だな。バーカ、なんで俺を邪険にしてたくせに、こんな時だけ妹ずらして頼ってくる。俺結構これ言うな。これに近いことを。ごめん。普段の小弓なら逆上して怒り来るだろう。しかし俺のただならぬ雰囲気に感づいて素直に謝った。その普段見せない素直さが俺の心に少し突き刺さる。学校じゃ喋りかけてくんな。兄だって知られるのが嫌だ。俺ブチ切るとこんな感じだな。小弓は、うつむき押し黙ってしまった。助かる方法があると聞いた後のお前のぬか喜びした顔、滑稽だったかな。いや、なんで、お兄ちゃん。なんで、なんでかって。声優さんすげえな。なんでだろうな。強いて言えばお前を苦しめたかったかな。騙されてそれに気づかずのこのことついてくるお前は本当にバカだよな。全て嘘だ。わざわざここまで連れてきたのは、親に邪魔されないようにというためだけじゃない。最後にお前と会話して一緒に晩飯作って二
普通の兄弟として楽しく過ごしたかった。ひどい、ひどいよ。ひどい、俺に対して散々冷たくあしらってきたお前が言える立場か。お前が俺を嫌ってたように、俺もお前を憎んでた。違う、私はお兄ちゃんのこと、本当は小弓ちゃんの声優もパネル。うるせえ、言い訳なんか聞きたくないんだよ。私の推しはセータです。お兄ちゃん憎んでた、憎んでたんだ。やべ、ちょっとこの作品パッケージをしたら絶対買うわ。そんなお前が他の誰かに殺されるなら俺が先に殺してやるよ。俺はキッチンにある包丁に手、包丁を手に取った。普段料理で使う時には何も感じない、ね、今持っているこれは少しでも刃先に触れれば全てを切り裂いてしまいそうな恐ろしい凶器に思える。俺は包丁を小弓に向けて一歩前進した。すると小弓は一歩後ずさりをする。その青年は普段は怠け者で、村の人々演出がやばい。少女にはもったいないと言います。しかし少女は青年の大きな夢を知っているのです。なるほどね、だからみんな死んでるのか。青年の夢とは、とある大きな劇団の看板俳優になることなのでした。死ぬ覚悟は周りの奴らが死んでいるというのもあんだろうな。超可愛いんだけど猫。ちょっと待って、子供の声優めっちゃいいんだけど。妹可愛いな。普段の強気な態度からは予想できない恐怖と悲しみ満ちた表情を見せる小弓。俺が少しずつ小弓との距離を縮めようと近づくと、思い出したように小弓も同じ距離を離れようとする。逃げるなよ。小弓は自分の叫び声によって恐怖で固まってしまった体を動かすことができたようだ。走って玄関に向かっていく小弓。しかしそのふらついた鍵足は体育の授業に見せる鍵足よりもずっと遅いだろう。俺が本気を出せばすぐに追いついてしまうほどのスピードで限界と向かい、俺はゆっくりとその後追った。玄関まで来ると小弓が必死でワイヤーロックを外そうとしているところだった。金切りバサミなんかでも切れないワイヤーロックだ。人間の腕力だけで壊すことができるわけがない。開かねえだろ。小弓は完全に泣いていた。ワイヤーロックを右手に握ったまま視線は俺の方に向いている。お願いだからやめてよ。私お兄ちゃんのこと。言うな、言うんじゃねえよ。小弓が何を言いたいのか大体分かった。その時の言葉を聞いてしまうときっと俺の決心は揺らぐ。だから制した、言わせない。恥ずかしがり屋の青年は口にこそしていませんでしたが、青年もやはり少女のことが大好きなのです。これが RPG 作るの限界か。青年は次にこう言いました。私はあなたのことが大嫌いだったんだ。私はあなたと一緒にいたくないと。俺はお前のことが大嫌いだったんだ。俺は小弓の左腕を掴んで押し倒した。馬の犬に抵抗する小弓を押さえ込む。包丁転写右腕を小弓に向けて振りかざす。本気ではない、小弓が俺の右手を掴むことができるであろう速度で振り下ろした。すると俺の期待通りに小弓は俺の右腕を掴み必死に抵抗してきた。影だけだとちょっと分かりにくいね。抵抗すんなよなあ。かっけえな、抵抗すんなよ。俺の振りかざす包丁を必死で止めている小弓。こんな腕も男だ。小弓のような華奢な女の子に力比べで負けるはずがない。力加減をしなければすでに俺の持つ包丁は小弓の肩に突き刺さっているだろう。小弓の抵抗する力と均等を保つようにしながら俺はタイミングを見計らっていた。あくまで小弓の力で俺の体に包丁を刺さなければいけないんだろう。小弓の抵抗する力は一定ではなく、たまに弱まる時がある。
その弱まる時はダメだ。包丁を俺の方に押し返そうとする小弓の力が最も強い時、その時を狙う。俺が瞬間的に力を強く加えてやれば、小弓を一瞬だが押し返そうとする力を強くする。呼吸を合わせて、行くぞ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 。お兄ちゃん、私友達にお兄ちゃんのことバカにされて。黙れ。やめろ。俺が覚悟を決めて息を止めた瞬間、小弓が再び喋ろうとする。ダメだ、俺はその先を聞きたくない。聞いてはならないんだ。黙らない。小弓の表情はさっきまでの怯えた表情ではなかった。伝えなきゃいけない思い、それが小弓に勇気を与えるのか。そんなものいらない。お前は恐怖に怯えていればいいんだ。そうだ、そうじゃなきゃ悪役失格じゃねえか。お兄ちゃんのことバカにされて怒らなきゃいけなかったんだよね。バカにするなって。頼むから黙ってくれ。せっかく決めた心に決めた思いが崩れ落ちなのに崩れ去るんだね。バカにはしなかった。黙れよ。私が包丁じゃないだろ、これナイフだろ。ただ100%のだろ。ごめんねお兄ちゃん。ほら見ろ、だから聞きたくなかったんだよ。涙が止まらないじゃないか。分かってんだよ、分かってる、決まってるだろ。んなこと言葉にしなくたってお前の本当の気持ちなんて分かってんだよ。俺はお前の会いに来たぞ、それぐらいお見通しだってんだよ。でもダメなんだよ、それを言葉にされちまったら非常になれねえ。悲しみとか罪悪感とか未練とか寂しいとかいろいろな感情が全部溢れ出ちまってどうしようもなくなるんだよ。なんでだよ、なんでなんだよ。悪役をやるのは慣れてるはずなのに嫌だ、もう嫌だ、やりたくない。こんなことはやりたくねえんだよ。俺は全身に力が入らなくなり、いつの間にか小弓の抵抗をやめてきた。握力も完全に失い、右手から包丁を床に落としてしまう。馬の上になっていた小弓の体から立ち上がって小さな歩幅で交代する。しかしその交代も数歩しか続かず、結局は床に座り込んでしまった。涙が止まらない。手で拭っても溢れ出てくる。こんな小弓を目の当たりにしてそれでも非常になるというのか。ダメだ、やめちゃダメだ。小弓は救うんだろう。まだ舞台の幕は降りちゃいないんだ。俺が演じきらなきゃ舞台の幕は降りない。どれほど悲しくてもどれだけ心が痛もうとやらなきゃならねえ。悪役を演じきらなきゃならねえんだ。しっかりしろ、最高の悪役を演じるんだ。おっと違った。兄ちゃん、かっこよすぎんでしょ。そんな言葉で取り繕っても遅いんだよ。俺は立ち上がって落とした包丁を拾い上げた。小弓の体を起こして床に座り込んでいる。小弓はだね。お兄ちゃんが賞金を取り戻した、私を殺すのをやめて くれたんだと安堵の表情を浮かべていた小弓。その表情が一瞬に曇る。一気だったね。俺は再び小弓を押し倒し馬乗り状態になった。小弓もまた俺の右腕をつかみ抗おうとする。二人ともさっきと全く同じ体勢になった。俺の額から出る汗は額まで滴り、違うな、額から顎まで滴り、そして小弓の顔に落ちる。拭いきれなかった涙、新しく出る涙、その両方も落ちる。死ね、あった。お互いの腕が悲鳴を上げ、小刻みに震え出す。俺の右手にある包丁は俺と小弓の間で行き場をして、王子と少女の結婚式、遠くからそれを見つめる青年の姿がありました。青年は少女に幸せになってほしいと思い、嫌われるための演技をしたのです。小弓の顔を見る。
小弓は自分の体に振り下ろされようとしている包丁を見つめていた。俺は今までで一番強い力で危ない。小弓が捕まった力に対し、自分に残されたわずかな力を絞り出して包丁の方に押し戻そうとする。今だ。俺は一瞬微笑むと、手首を逆方向に返し、右腕の力を抜いた。双方の均等な力が宙で維持をしていた包丁は、小弓の力だけが支えになると、勢いよく俺に向かってきた。躊躇することなく、俺の腹部に突き刺さる包丁。胃の中をかき混ぜられるような気持ち悪さと、内臓を引っかき出されるような激痛が走る。こうか不幸か、俺は今まで大怪我をしたことはない。当然ながら生まれてきて一番の人。倒れる演技はよくやった。でも、その演技をする必要はないらしい。そんなことしなくても勝手に体が倒れるのだ。小弓を追いかぶさらないようにするのが精一杯。俺は小弓の右横に倒れ込んだ。おう、吐血、吐き気。考えが甘かったと思った。体温ない痛みが俺の腹部から襲いかかった。俺の視界にかすかに小弓が映る。悲しみに痛みが加わって余計になる。おじいちゃん！小弓は俺を抱き寄せてくれた。よくこんな役に優しくできるな。やるじゃねえか。お兄ちゃん、しっかりして。小弓の顔は涙でぐしゃぐしゃになっていた。いや、もしかしたらもう俺の視界がおかしいのかもしれない。心臓の音がとても大きく体の中で響き、脈拍に合わせて激しく痛みが襲ってくる。わかる、この気持ち。俺、頭切った時と胸切った時と指が取れかかった時、これすげえあったわ。それと同時にひどく寒気がやってきた。光の時もあったな。玄関の鍵どこにあるの？知るか。ワイヤーロックの鍵はズボンのポケットに入っている。今これを小弓に差し出せば俺は助かってしまうかもしれない。俺が死んだ後に鍵をちゃんと見つけられるのかな。俺は差し出してやれねえから。お兄ちゃん、死なないで。お前、殺されかけてよくそんなこと言えるな。普段からそれくらい素直だったらな。嫌われるように十分演技したつもりだったけど足りねえのかよ。俺のことを引きずって生きるよりも嫌ってしまって忘れた方が楽なはずだよな。お前なんか大嫌いだ。ああ、ダメだ。もう視界できないほど小弓の顔を認識できねえ、識別できないほど体が酔っている。このシーンにぴったり合うセリフが思い浮かばなかった。まるですごく度が強いメガネをかけているのか、もしくは汚い水中で潜り込んでしまったかのような、そんな視界や。小弓の姿を識別できなくなると途端に寂しくなった。もう小弓の顔を見ることはできないな。寂しい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 。フィクションの中みたいにかっこよく死ねねえよ。無性に寂しい、死にたくないなんて思っちゃダメなのに、生きたいと思っちゃいけねえのによ。ああ、無様な死に方だ。でも、もうそろそろか。もう、いい。観念したよ。観念するほかないほど、もう体の四肢の感覚がない。せめて、楽しいことを考えようと思う。勇気派とやった部活紹介にできることが思い浮かんだ。役者の人数が足りなくて、ケータが役者に駆り出されて、普段落ち着いてるケータが、めちゃくちゃ下ろして耐えてたな。それで、そんで、勇気派、勇気派。もう解くんだっつって。そんで。そんで。いやー、やばい！クオリティだけ。僕が付き合えるのはここまでだ。頑張った。セーターの声でかいな。お兄ちゃん！まさかの主人公だし。トラウマもんですよ、こんなの。クオリティ高え。フリーゲーのクオリティじゃねえよ。これ8000円ぐらいまでだったら出せるわ、フル HD であれだったら。限定版とか出たら買っちゃうタイプだから、これ。9月24日。エピローグかな。18日に起きた少年による殺人未遂事件ですね。あー、これがあれね、さっきの。まるで。そうですね、
妹。そうか、知らないか。え、喋りすぎなんだよこいつは。はあ、ああ、現実の犯人なんてのはな、もっと衝動的に殺しちまうもんだ。そうだね。安藤チーフ。ああ、なんだ。ちょっと、いいですか。ここじゃ言えねえ話なのか。はい。だね。かっこいいね、安藤さん。で、何の用だ。私たちマスコミは真実を伝えるのが仕事ですよね。そりゃそうだろう。まあマスコミですからね。だけど伝えない方がいい真実、伝えたことによってその人が傷ついてしまう真実もありますよね。まあ隠したいがゆえの真実と、5年前の児童殺人事件、あれよかったな。俺は遺族に泣きつかれたよ。そりゃねえ。なんで子供の名前を連日報道するんだってな。伝えなくてはいけない真実、伝えてはいけない真実。うん、あるね。小南、俺たちにな、そんな区別はできるはずがねえんだ。まあそれは社官隊だからね。それをどう受け止めて。かっけえ名言。座右の銘にしてするか。それが俺のジャーナリズムだ。かっけえ。安藤チーフ、ありがとうございます。どこ行くか知らねえけどよ。はい。トール、フィクションでね、あんまり感動するゲームがある、いい話だなって思うけど、ちょっと真面目にちょっとこうね、目に来るゲームはなかったわ。俺目赤いんじゃねえかな、もしかしたら。あ、やっぱり、小百合ちゃん、小由美か。入院したんだ。誰？吉岡、小由美さん。はい。あなたは？私は小南レイと言います。あなたのお兄さんと面識があったの。お兄ちゃんですか。これでちゃんと兄、お兄ちゃんっていうのもすごいよね。嫌いになった？よくわかりません。あなたの兄さんは悪役なんかじゃない。やっぱり最悪だったか。あなたのお兄さんがなぜあなたを殺そうとしたのか、それを伝えに来たんだ。伝えよう、吉岡君のために。やべえ、吉岡君を裏切って。ちょ、リアル鳥肌が立ってる。初めてだわ、ゲームでこう鳥肌立つのリアルに。やべえ、あ、やべえ、おお。待って、今間違えてボタン押しちゃった。あ、やっちまった。はい、というわけで今回、私プレイさせていただきました、拡散希望、こちらのゲームなんですけど、アミソ組様のホームページで無料でダウンロードできるゲームですので、一応こちら、ね、そのなんて言うんだろう、無料で配信されてて、まあ、結構まあクオリティ高いんでおすすめです。